このね、確かにあるが、あの前までもついてて今回もちゃんと残ってるから、うん、気に入ってるんだよこのキャッチフレーズ。確かにある。じゃあこのカッコアーがいいところ。ちゃんと振り仮名振ってある。そうそうそう、うん、まあ、ももパイについて、うん、触れようと思うんですけど、うんうん、お願いします。まあ、このももパイは質問で結構いただいてたんですけど、ももパイはどっちの趣味ですかっていただいてて、うん、まあ私です。でも最初からももパイは開けたかったんだけど、うん、最初は叶わず、あ、そうだね、で、うんうん、そうで今回からももパイ OK ですとのことだったんで開けて、で、まあのね、ももパイとさらにもう一つ、うん、ももパイに目が行きがちなんだけど、うん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 、下にもさ肌出てるとこあるじゃん。もう一個穴があるでしょ。二つ穴があるんだけど服に、うん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 、ここ、うん、この胸の下の、うんうんうん、ここからね、下から指とか腕とかズポって突っ込んで下からずっ上にね、ずって突っ込んで、うんうんうん、で、そしたらね、ねねの桃から生まれちゃったねみたいなギャグができる。え、それはねねも知らんかったんだけど。いや、そういうコンセプトで作ったよ、これ。あ、そうなんだ。こう手を。ここから、そう、ここから生まれることができるの。あ、そうなんだ。そう。そうだったんだよ、実は。踏まれれるんだ。だってみんな。ねねもびっくりしてるわ今。ねねのももから誕生できるんだよ、あらゆるものが。いいことだね。毎日がバースデーです。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。あ、そうだ。じゃあ根っこ、今度あれだな、下半分と上半分の根っこ描いて出しとこう。根っこを産むか。根っこ産もう。産ませていただいて。あ、こっからリコーダー吹きたいだって。そうね、リコーダーも生まれることができるから、いけるね。そうだね、確かにこの、ももパイと、なんだろう、脇のところ、うん、脇肉みたいなところに目が行きがちだけど、下も結構開いてるし、なんか筋肉の、そう。あの、線みたいな、筋みたいなの入ってるから。そうなんですよ。これはね、めっちゃね、もう活用方法があるんですわな。そっか、リコーダー吹くためだったんだ。リコーダー吹くための穴。あー、そっかいいなね、もう新しいこと覚えたわ。うんうん、今日の感想を言ってもらっていいですか。ねねちはね、ネクラで明るいいい子だよ。石沢心の俳句。ネクラで明るい。なんか逆の言葉にも聞こえるけどな。